ジェット級と対戦か。さあ、コットを超高版。さあ、ブロンタルさん見せてくれ。ちょっと編成違うな。公式大会はね、ハンターピック何かキャラ分かってからサバイバーはスポーン選択できます。ただ人格は先に設定しなあかん。右下鬼没、ちょっと人格見れんかった。 AWG VS ZQ 第1ラウンド前半戦、ハンターはブロンタル、オペラ歌手、記者だけ仲直りない。相手も使わせる衝動となりそうです。なるほど。記者仲直りなし。これ嫌ですね。うわ、うわだる。うわ、しかも隠れる位置いつもと違うな。お、ワンチャン見つけれるぞ。わ、惜しい。うわ、惜しい。左見てたらビビえたな。シーシャオヤオ、さらには画家も隠密。はあ、結局やっぱこの窓枠の境界内窓枠隠密ポジションな。まあこれがオペラ歌手の理想の展開ではありますからね。で山水か。さあチェイスに入ったのは記者、先置き、弦置きつつ邪魔すぎやろこいつ。まおい、えぐい、優秀すぎるこの弦へ、ね、過ぎてしまいましたか。ちょっとあまりにも手前で反応してくれなかったので、入り込んだ分、うわ先置きしていくんや。ああ、ね、うまいな。ペース早いですね、はい、そうですね。もう次飛びのサバイバーをその板管理してあげるのと一緒の原理なので、壁じゃなくね、やっぱチェイス安定しますよね。ああ、なるほど、そうやって使っていくんやね。でもこれ鬼没あるから乗り越えんの。乗り越えて鬼没、まずは1ダメージ。ちょっと恐怖としてはタイミングは間に合わなかったんですけれども、いやワンチャン、まあどうな。ナイス居抜き。墓場のあの壁ってぶっといから、カボチャとかオブジェクトもいろんなもんあるんで、意外と鬼没光っちゃったりするんで、確かに。やっぱ鬼没って不意打ちの一撃なので相手のルートを崩すこともできます。いや丁寧にいたな。しかも居抜く。幻影判定広いけどちゃんと居抜いたな。試合開始、これはでかいぞ。度でのダウンとなりました。救助に来るのはシーシャオヤオ、一等航海士です。言うて4割救助狙っているか、はい、言うてでかい。ただ1回目で時計吐かせれてないから DD 無理やな。わ、素晴らしい。ナイス抜けて射抜いていった。一等航海士にダメージ。さあ弱い板での駆け引きです。うっ、嫌な読み合い。うわ、突っ込む。ナイス、いい突っ込み方やなこれ。板も当てられへん。一発時間内のダウンなのでかなりいいペースには見えます。存在感は、うん、存在感マックスにはさせてくれないと。そうですか。そうですね。ただ危機一発がここからあるわけじゃないので、ちょっと引き分けという部分でも、ま、安定感はないかなっていう印象ですね。なるほど。これ見つけたでかい。せかされたでかいと。これ誰？その余地があると。全然あると思いますね。救助に来てる。ブロンタルさんの画面の動きが早すぎてわからん。いや隠密うますぎかよ。目いっぱい時間を使って椅子前に移動。ああ、お見つまいは。レガシー選手か。画家か。椅子前には到着しました。いやー、しかも絵が描け始めてるの。うわ、ちょっと怖いなー。も入れるかもしれません。が周辺の板はすでに使ってしまった。画家から行くの？行きたいサバイバー。わあ、沼！取った。でかい。間に合いました。でかい。いやー、ただちょっとトンネル対象を見失う形になってるかもしれない。うわー、マジかー。見えんか。まあ、記者見失ったよな。足跡も残っていません。そうですね。うわー。その硬直があった、これやばいかも。られたので、いや、まだまだいける、全然いける。で、飛びかく一人でしょ。で、これで時計吐かせれたら十分十分。あかん！あーっと、式も届きませんでした。スイッチして救助来るのは患者。ただ恨みカードもありますし、負傷も増えてる。全負傷、全負傷。この後、瞬間移動で記者を飛ばすこともできますよ。そうですね、回収はこの後できそうです。板残ってんねんな。ガカー、この救助タイミング。どこでもいいというのは一つ強みですよね。選べるのは強いですね、実際。よくか。水槽を使って。画家の。で、あくそ。カメラを切りながら。惜しい、これやばいかもしれん。記者がね、治療入って飛びかくないけど、危機一髪もう一回入れれるんよな。ダウンとなりました。暗号機はラスト1台、現在 30%。やばいなこれ。めっちゃいい動きやってんけどな。が一体系としてはかなり序盤だったので、新規回すの早い。ただここで救助に逃げるのが一等大丈夫。いや大丈夫、治療入れられてない。今日回すとしたら、完全に記者なんですよね。そういった時に解読優先でいったな。記者を狙うってことができたら強いんですけど、ラグビーボールひでる、そうなんですよね、記者のラグビーボール走る記者になりました。誰行ったり行ったり行ったり。記者ポッポということですね。記者ポッポです。患者の書き爪。
笑ってるって。一投公開しろ。ここ早めに殴れたら。殴れ！間に合わないですよ。ただかわすのはやはりうまかった。さすがですね。大丈夫、2個目入ってない。おっと、催眠入ってないぞ。おっと、発動した。うまい！急上がり。うますぎる、それは。うまい！離れて。3つ目の時計使わへんって判断して一気に鬼没でいった。発動しませんからね。太陽良すぎるけども。患者は、いや、あれ、これ4つにある。まだ分からん。負傷救助、これ記者、記者近いんよ。記者めっちゃ近いんよ。仲直りが記者ないのでもう患者に絞られますし、あー、時間ができればだったんですけど、跳躍にミスがありました。いや、でも行く、でも行く、でも行く。わー、患者を見つけてる。 90% 早めにダウンは取りたい。かけずない、いつまで。ダメじゃ取らない。仲直りが間に合ったか。救助成功です。ただ窓枠入れ。よしよしよし。瞬間移動がまだ帰ってこないのが。そうですね、まだ時間はありますが、ただ勝ちも4も狙える。さあ狙うのは一等公開し、ゲート行く、ゲート行く、ゲート行く。いやもう相手も、ただまあボールをゲットしてることがブロントラは分かりませんからね。うまい。おっと、一等公開し目の前です。なんとで、ゲート行っちゃう。ゲ、うわあ、跳躍が欲しい。そうですね、まあちょっと環境も違うのでいつも、うん、環境違うやろうな。確かに記者はゲートを開放させました。まだ分けも全然ありえますね。患者の動きがちょっと読めないので。一等公開しは記者戦も残っています。ひとまずは釣る判断になる。うわ、跳躍ミスなかったら4釣りやったかもしれんな。めっちゃ欲しいな今の。釣るしかないですね。そうですね、瞬間移動もまだ帰ってきません。うわ、負けか。ギリギリのところサバイバーは耐えてみせました。うわ、惜しい。ハンターにサバイバーに逃げの引き分けの結果。いやー、かなりほんと接戦。惜しい。接戦ですね。いや、ゲー、うわ、暗号機守りできたらマジでやったわ。きた、ドンシェン相手引き分けドロー。え、魔女来るんかな。これいや、魔女あるもんな、全然。傭兵バンカー。うわ、ちょい魔女あるな。このドンシェン、なんか嫌やな、強そうやな。ドン釣りしまっする。バイオペラ歌手。ゲートマイスタート。いや、でも曲芸、行くんか。長考一瞬折って、折えるんやったら折っちゃって、そのまま庭師行きそうやけどな。右下鬼没。仲直りは、庭師だけなし。庭師危機一発、使い剣反射。作用のオフェンス粘着は来るのか。うわ、曲芸多いや。ハンター、ドンシェン、オペラ歌手、曲芸師を動かしてからのスタートです。移動綺麗ね、さすがに。まずは小屋追いから、まあ、庭師も動かざるを。うん、これ庭師が動かなあかんから血を回せへんのよな。そういう知恵も考えながらでしょう。いい燃焼爆弾。強い影を作らせないようにしましたね。さあ、まだ燃焼爆弾残ってるんで、うわ、うますぎる。来ました。1ダメージ。乗り越えてから使うのがうまいですよね。確かに水槽のタイミングがうますぎる。一瞬を乗り越えてくれるんだって思っちゃいましたよね今。ああ、やばいかも。時間でした。追いついた。極限種のダウン、特質は温存し消し45秒です。ちょっとやばいかもこれ。いいですね、相手の考え方をよく分かってます、ね、うわ、えぐ。ちょっと離れるようなまっすぐ後ろから追わへんのよな。しかしたらちょっと先回りするかのような移動の仕方されたから、これはちょっとね、板まで入り込めんかったね。そしてコースを使わせて無理をせずに追走で戻ると、これで無傷救助できなかったと。そうですね、もうこれ2人解読できてないような状態作られちゃったね。カゴを張って救助は目いっぱい伸ばして、ナイス無傷。なめこさんうまい。キズ救助となりましたが、ちょっとただ庭氏も動けてはないので狙われますよ。うわ、やば。狙っていくドンシェン。えぐ。一ダメージしっかり与えていきます。無傷救助は許しません。いや、うまいです、ね。で、見逃さへんようにまっすぐ見てるんよな。これな、見失わへんかな、ドンシェン。墓場から逃げれませんでしたね、今のは。終わっちゃ見失うかもしれん。ダウンチいい。もう早かったので足跡。え、ダウンチマジでいい。なるほど。いや、でもどうしたらここら辺でおらんのはおかしいって気づきそうやな。出るぞこれ、冒険家普段使ってるバンバンですよ。うわ、見えたか。僕やったら見逃すけど。頭の上のピヨピヨが見えた。ピヨピヨ出んなよ。タックルは動きませんでした。まあ、まだ特質わかりませんからね。いや、確かにダウンイチめちゃくちゃいいやん。避けたかったっていうところでしたか。早めの救助。いや、でもちょっと時間も稼いだ。愛人になりましたか。
いやー、海賊4台回したいな。せめて3台半までは回したいな。飛び切るまでに。2負傷であれば4台回したい。うわ、いく！しかも当選部若干してる、やばい！うわー！止めんの、それ！やはりこの判断、止める、細かいところがうまい、細かいですね。タックルを射抜くのもそうなんですけど、タックル止めながらちょっと当選もしてんねんけど、狙ってんのそれ、肩がもう、えぐいって。しかも焦って鬼没は使わない。いや、オッケー、超攻守に対する鬼没は耐えた。いや、でも無理やな、でもきつすぎる。ナイスヒターって、素晴らしい、これ90いけるぞ。うわー、でも随所に光るね、ドンシェの PS の高さ。もうやめましたね、庭師は離れた、まあ、カバーで来てたんで。今の鬼没香水使えへんね。読めてます、読めてます、見えてますよ。あんな強気な鬼没、超光子がもう無効化されよったもん。今の香水はかへんの、ね、1回目ボールを使って少し距離を取った。え、カエルさんやば。まあ、香水を強く生かしたいということで一度離れる判断のカエルになりましたか。香水のクールタイム上がっています。おーい、板読み合い強いですね、強いですね。ただとはいえポジションは少し弱いぞ。うまい、カエルさん。やっぱドンシェンを破壊するとしたらカエルさんなんか。さすがに解読が足りない。いや、そうですね、ドンシェンとしてももう今のは別にまあ負傷できたらいいんですけども、そのオフェンス今日カエルさん乗ってるな。これ2戦目以降全然あるね。使えましたね、今の。とりあえずこの試合はめっちゃきついけど、1人気さえできたらでかいな。ここよ、5ポイント差つけられたらマジきつい。フィッシュのクールタイマー残り23秒の判断、瞬間移動です。庭師は肘当てを獲得。まあ庭師が最後残る。うわあ、ドンシェンが今日は強気すぎるね。てかいつもか、いつものプレイのうまいところが出てるだけか、これ。ここまで細かく細かく香水使わせていたので、ここでないですよね。セイスを超腰が伸ばすのは難しいか。庭師からまず追っていきたいというドンシェンに見えます。うわい、何回たですね。いやー、素晴らしい、会場も湧き上がってますよ。これオペラ歌手戦でここまで板当てする試合ってそうそうないですよ。入り込まない、ドンシェン相手やで。ちょっとずらしてでした、はい、そしてナメコが2つ目の肘当て。チョコシに1ダメージ。もうこれね、うん、そうね、残り3台やからもう失血死で1逃げ狙いやな。失血死を貯めながらの時にアイテムがどれだけあるかが大事なので、ナメコはいいアイテムを多く出して。すげえ、これ左に出るんや。ナメコがステッキを取りました、わかりやすい。質能力の高いアイテムが、まあ、注射器欲しかったかな。そうですね、確かに庭師も回復ができるキャラクターではありますが、相手も漁るとちょっと怖いタイミング、はい、音が聞こえてしまうかもしれないということで離れる。ここからドンシェンの索敵が始まる。そうですね、確かにこれ移動距離すごいですよ。はい、肘当てボール、もう墓場でもうカーペットとかにボール置いててれば、うわ、全部塗りつぶすかのように見てってるな。ここでできるだけ失血シゲージャーと貯めておく。うわ、端だと見えたわ、えぐ。マップの端っこ綺麗に全部見てってるわ。はい、一度距離を取っていきました。ちょっとまあそんなはずないと思ったら移動距離的には分かりづらいですが、落ちちゃってましたね、足跡。カゴを張る音、間に合いました。割っちゃう。いい管理。ボールは残り半分。オフェンスの意思をついて。いや、もう少しでも稼いでね、失血死ゲージ貯めたんよな。駆け引き、またしても入り込まない。いや、我慢強い。3回目、4回目。おい、5回目、なかなか倒さない、はい、うまい。すげえ、これちゃんと見てるな。入り込んだタイミングで板倒してるわ。いや、瞬発力磨きがかかった。はやなめこ。いや、そりゃグレイスにフラフを合わせれますわ、すげえわ。庭師はダウンとなりましたが、この時間稼ぎ、いや、うまいな。より分からなくなった。そうですね、いい時間稼ぎでしょう。見てるな、ほんまに板の間入り込んだタイミングでも板倒したもんね。入り込まれたらなかなか反応できない。無理ですよ。さすが粘着の名手。すごいな。探すドンシェン、いい時間ではあったか。その嗅覚もまたさすが。ガンダこの位置、ね、マジかよ。
まあ、瞬間移動あるんで、もう戻ってきちゃう、ね、マジかよ。ただ、取ってくれるのであれば、いや、つらんな、これ。今、めっちゃ時間かけるな。見つからない読みで、這いずってたんで、ちょっと起死回生遅いんですよね、今。まだ半分ぐらい。そうですね、確かに遅い。で、超越しちゃったら、これ、回復遅いからな。ハンターは自己治癒遅いんで。の空振り、これちょっとずつ近づけていくかな。血死ゲージは半分の調光師。そうですね、少しずつ寄せて調光師を釣った段階で庭師をっていうところですね、今のは。そうですね、位置さえ分かってしまえばもう調光師釣っちゃっていいですから。調光師起死回生遅いですからね、先に庭師釣りでも強い。そうですね、確かに庭師釣りからの方が、これ釣れちゃっても終わりか。いや、この目の前でダウン取ったら、あとはもう板がありません。庭師見つけに行くだけやね。庭師釣ったら勝ちやな。そうですね、まさか動いてないとは思ってなかったか。墓場待機をしていた庭師です。起きてはないので、視界性も残っていますし、耳鳴りもしないというところで、ちょっとヒントはないんですけど。瞬間移動追走、押しミスやろこれ。押しちゃいましたかね。おそらく追走のボタンを押そうとしたと。どうせまだなんか特質無駄にしていくよな時々。ああ見つけた庭師の姿。こちょこちょ切れないんじゃないか。間に合うかどうだ。いや起死回生ゲージ溜めてないですね。そうですよね。はい、することを優先して。マジで。離れたかった。興奮入っちゃったりするんやけど勝つんよなこの人。その姿捉えた。ああ素晴らしいわ。サバイバーは投稿ハンター四つ。魔王ドンシェン。やはり強いこのハンター。すげえわ。湧いた感性が出ました。めっちゃ湧くやん踊り子ピックで。みんな笑ってる。これ相当カエルさん中国人気高いな。グレイスでもかかってこいという。グレイス来た。まあ踊り子ってなったらグレイスと行ったらカエルさん。踊り子はほんまに世界一だと思うで。ほんまに世界一うまいと思う。左下キーボッツ、まあ引き分けで十分やもんね。全員仲直りあり、コット、踊り子、フライホイール。まあフラホは刺さっていくと。真っ向勝負となった。うわ出た、ケンタッキー。かわいいやつだ。ドンシェンのグレイスがコット賞をめがけて。中華でしかないケンタッキー賞。バカかわいいな、このグレイス。ケンタッキーフライドチキン。スカートヒラヒラしてんのかわいすぎかよ。しかも骨董賞多いやん。はやばこの囲い。やばくないこれ。湿気ダメージ入りますか。まあそれも許容するナメコになる。離れ側に無理やり1ダメージもらいたくなかったっていうところでしたかね。まあ一撃無理やりでもらったこの囲い方。再びの囲い込み現在 60%。 フライホイールがキルタイム間もなく上がります。なんか森ホークやし、難しいですね今。このホークちょっと強すぎちゃうか。強破。うわ出た。痛手は成功。痛手ナイス。70から 80% フライオイル使ってしまった。うわ回収することに合わせてね。回収に合わせてフラホ使ったんか。すぐ回収じゃなかったな。そうですね。ちょっと歩かれたね。テンポずらしたドンシェンでした。はい。強すぎるんですけど。温存してのダウンとなった。傭兵はグレイスに対してはしっかり強い球ですから。一等野人よりは全然いいピックができてますよ。おーい強すぎるって。怖い、このパターンマジで怖い。マジで恐怖ありそう。攻撃の振りが早いグレイス。囲い込みも狙った。ナイス耐えた。ナイス救助。いや完璧ですね。完璧や。スも使わせるチャンスできましたよこれ。骨董賞チェイス入れたんであればかなり距離取れてますからね。完璧や。よくDDせずに帰りました。存在感溜まりさせてない。マックスじゃない。あ囲い込みか。まっすぐ向かっていく。いや囲い込みがうますぎるね。奥に行けへん。うわ足元囲い来た。戻ってくるんやったら足元囲い。これが強いですよね。殴れなくても足元で準備はできますからね。やばすぎる。もうフラホ使ってるもんな。分かってるもんね、ドンシェンも。このグレス欲しいな。囲えないかもしれませんね。森の
妨害は入らなそう。うん、これちょっとワンミスやけど、でもファーチカラー全部うますぎて。一応立て直した上で耳鳴りをさせに来てっていうところです。ええ、可愛い。肘当て使って救助も行けるような距離感。これ欲しい。グレース使わんけど。試合開始三分が経とうという頃、暗号機残り2台、サバイバー回し切れるか。白です。通電さえすれば今回裏向きカードありませんから、日本もやってくれよなこれ。がまずは鬼没からの1ダメージ、うん、ノーカンシケンタッキーじゃないにしても、一気に使いましたね、勝負のこと見ましたね。そして距離を詰めてのノーカンシダウン。いやまだある、まだ3人通電はある。なかなか伸ばすのは難しいですね。そうですね、まあ自分の引き継ぎからは離れたいっていうところで無理やり離れました。いや離れたんかな。でも脳幹するしかないんかこれ。捉えていそうですが、していく。結構時間空けて脳幹できるね。湿気を付与しながら向かうは離れ方向。うん、で一旦動き回り行くんよな。これで傭兵との負傷っていうよりかは肘当てを吐かせるような動きか。板張りするフェイント。やべ。うわ。怖い今の。うわ、当選もしてるって。ボディブロックもしてたんで、ちょっと肘当てのミスも起こりやすい位置でしたけれども。足元よく避けた。いや、狙いが怖すぎる。ナイス。そうですね、これはちょっと上手すぎるね。森回収でのダメージです。肘当ては2つ全て使ってしまった。肘当てないよな。でも解読感めっちゃ回ってる。3ついける。もうちょっとだけ伸ばしたい。を守る動きを見せるでしょうか。これのあこれ守りに行くタイミングがいいな。守りやすいですね。守りやすいですね。鬼没が溜まったタイミング、ここで無理してダウンを取りに行かない。じゃあもうこれ傭兵アイテム漁るね。でこれでアイテム全部吐かせてるから、傭兵アイテムは漁るだろうって予測してるんかな。ここで戻る。暗号機回してなかったんで。いや、いい隠密位置。さあ無傷のカエルさん、うますぎ。鬼没がね、クールタイムがどれだけ溜まってるかわからなかったんで、まだ超えれなかったですね。発動しましたからね、初めてあったので。さあここは板に間に合わせるためにフラホ使ったんで、引かせるか。電車上での一撃、惜しいというカエルでしたが。そうですね、あかん。暗号機が回せへん。離れと中央が回ってるんでしょう。暗号機回せへんもこれ。ライフルでよくクハはいや無理だ。さあ踊り子のダウン。うわー、どこ釣る？釣らないか。一旦森刺す。傭兵アイテムないの分かってて、鬼没が溜まったんで、これ多分傭兵やりに行くんか。ここでペース早まるのだけはやっぱり。いや一旦ここは森回収入っちゃったんで、暗号機守りつつ。これで踊り子釣るんかな。2台回ってて、2台とも進捗状態確認できてるから、2台とも守りやすい椅子に釣るとなれば、ここや、真ん中や。真ん中の椅子に釣って、これ2台とも守れちゃうね。確執も残っていますから、9割でね、傭兵が救助できたら3人釣るんですけど、ここは中央に森刺さってないんで、ちょっとだけ回した。やっぱりこれ2台守り。ただ傭兵これ湿気影響受けて体力回せてますね。ほんまや、ちょっと守り方ミスってる。現在 80% ほど回りました。え、あ、ほんまや、一マス空いてた。一気に体力が進んだシーン、救助は成功。いや、この向き図いや、フラフがない。ここ読み合いを、ここで勝つ。なあ、鬼没を惜しみなく使っていく。いや、ちょっと回った。82%しっかりと確実に今のは囲ってから弱いの位置に行って、その間うわー、これダウン取られます。無理だ。強波当たった。傭兵だ。暗号機前で湿気付与されていた傭兵のダウンを取り切りました。まだ上がらんって分かってんな。ギリ上がらんって分かってる。 85% 起こす隙間で踊り子に釣り目か。いい判断しますね、ここで。うめー、立ち回りうめー。
いや間違いない。通電できて2通電っていうのもあったんですけど、暗号機守るタイミングがうまい。隙がないです。まあただ起き上がればするかなと思いますから、ここの間に農家士が見つからないことだけが救いの、まあ、どうしても無理せんでいいよな。もう2台とも守れるから、別に騎士会はかれたとしても踊り子さえ飛ばせればいいんで、ここでガン待機よな。勝負は騎士会戦を吐いた後になります。中央が寄ってきた、来てるよ。騎士会戦を吐いて、うん、なあターゲットを引いて、俺がつけたい。無理か。バチったら 2% 戻っちゃうんや。強破アイテムはない。せやな、もうここ 90% のとこ回すしかないか。囲い込みを回避。うまい。正解。ターン。ノーカンシュ無理やり上げたかったがどうだ。うまい。あ、一度距離は取れるか。ね、無理やり。うわ、でも、ダメだ。きつすぎる。解読って遅くなるんで。おお、切りたいだ。うわ、うまい。上げる、上げる、上げる、上がる、上がる、上がったー。だー。通電後の速ダウン。ワンチャンスはできました。出るかそれ。できました。今の一からぶりでも刺したら。2目なんで、前地の方に寄せながら。1逃げあったんやけどな。中ですけどね、左なんで。間に合うね。そうですね。もがいた、いた。もう。いい位置でもがいた。さあ、傭兵はゲートを開け始めました。あるぞ。現在 30%。それでもゲート守り行かれるよな。うん、それはゲート守り行くよな。ああ、騎士会さん入ってますからね。逆ゲートもちょっと距離ありますよ。これゲート。いや、ここ判断むずすぎる。どういう判断取るんやろ。展開。うん、反対側ゲートやな。ここでも傭兵が耐えて一逃げやな。鬼没待ちです。そうですね。ここ鬼没でダウン取られると。倒した瞬間でした。どうするどうする。いやでも騎士会入ってるの分かってるから、もうそのまま大竹か。向かっていくドンシェン。傭兵はダウン放置。農監視は隠密を選択していますが、耳鳴りが。騎士会入ってるもんな。ならないならない。いやでも3分耐えるしかない。落ちてる可能性も考えちゃうんで。おお。難しいですねこれ。ゲート触る。開けるか開けるのか。わあ触るタイミング早い。来れば。いやこれいけるんちゃう？グレースとイエドでしょ。森を投げてゲートへ向かう。開く開く開く。90。まだ今日は一発。ゲートが開いた。いや絶妙絶妙だけど。ナイス。おお。ナイス一逃げ。脱出はひとまずできる状況。あとは用意に向かうドンシェンです。耐えた。できたと思うんです。この一逃げは耐えたな。いや隠密うまい。だけドンシェンはちょっとよぎったようですね。いやそうですね。そちらをハッチそういえば。いや開けるタイミングすごかったわ。つけていきました。めっちゃいいタイミングで開けたね。なんとかサバイバーの一逃げまでこぎつけた AWG。ただハンターの。ドンツリバンメを作ってるドンシェンがやばいよな。左下グレースで。踊り子バンはなんかアンデッドありそうやなこれ。左上左右どっちでもいいけど、イタカはまあまあなしではない。ハンターはハリー。うわ、ハリーや。あまり見なくなった永眠鳥ハリン。ここで来たか。右下な。フラホ3つやし。えぐえ。フラホ3つえぐえ。第3マッチ AWG VS Z。人格は負けてんな。後半戦、ゆかきなの AWG、3釣りなせるか。右下か。しっかり3釣りは取っていこうって感じやな。バーサシスは応援だ。くそ。バウンド入れながら。選手の風を狙っていきます。いや、いい読み合いですね。ただズービーもうまい。いや、ズービーのかわし方、落ち着きが見えますね。はい、いやー、一度離れてから頑張れ。毒を入れた。よし。素晴らしい。コブを使わせようという人間形態です。コブ使わんな。じゃないで加速がない分距離は詰まりやすいですね。車輪形態一度も使ってはくれません。うまい！入っていきました。でもコブ2個ある。フライホイールとこのコブ2つでどう耐えれるかのズービーです、ね。うまい3本。いいよ。1つ目は消費。フラフラ溜まってる。2回目も使っていきます。マップ中央早すぎか。そうですね。タックルもちょっと怖いですよね。気持ちを使うと。罠が起きにくい場所に選んでるよな。フライホイール採用。ちょっと気持ち怖いよ。フラホ使ったナイス。うまい。カモクも当てていきました。さあオフェンス粘着きます。気持ち使った。使ったということで。そうですね。
出張これはねもう日本里しかないかな、もう気持ちを使わせるようなもう乗り越えでしたよね。早いよこの落下での1本目なんなら2本目もどうだ、はい、2本させたらもうリスクが生まれますよ算数にも。なかなか算数イケメンやねん。うまいこと読み合ってきますね、あえてまっすぐ進んだりしますが、お入った2本目心理が起こしに来た。うわこれタックルくる、うわー来てるわっせよな、起死回吐くタイミングでタックル来るんよ、ね、ってかなんならこれ治療してるから、うわー、無傷の意地バッケーなこれ、散水すぎるわ散水仕事、うわー上しかもエンジニアが速攻中央で針を取っていく、でもうこっからも鬼没も溜まってないんで連着き放題っすね、ダウン取れたとしても。いやまあもそもそもダウン取るのが難しい、もう既読ですよね、もう抜いてもらって補助に来ましたね。しかもあれだけ早すぎる連携がやばい、ボールはまだ3分の2残ってますから、はい、うわ今のも当たらんように避けてる、そうですね、一歩も当てたいな、この年が出てる間に行きたかった、あー避ける、うわうまい、うわタックル時間作っては い, いやもう完璧、何周回んねん、るまでの間分かってる、ゆかきなも落ち着いて対処しよう、何周すんねんこれ、いや攻撃の振りが遅いハンターですからね、そうですね、合わせるのは難しい、散水オフェンス勉強しようこれ、3釣り以上が必須なんで、すげえ守りたいですね、そうですね、暗号機の方面へと向かっていきます。狙いはエンジニア、危機一髪の持っているこのエンジニアダウンが取れればなんですが、ただアイテムはフル、ちょっとお回りになったからね、避けるような、対空も残しています、そう対空も残してね、これ2本刺さったらここで使っちゃっただけでもんな、罠に合わせて使うか、罠避けてからジェット噴射か、アイテムはもう温存ですか、うわ温存すんのやべ、もう4台上がっちゃってんね、一発で二台回し、4人逃げっていうところも狙えますしね。三水は注射器を獲得、指名手配はオフェンス、暗号機ラスト1台は 50%、 そして心理学者が 30% の暗号機引き継ぎに来ています。まずはオフェンス1ダメージ、はい、1本目の戦士やか、三水がうますぎる、いつまで到着で無傷か、マックスでもない傲慢なかったんで存在感はどうしても遅い、守りに行くしかないな、 80%75% まで回ってる、現在 75% の暗号ってなるんやったらもう一台回すと、離れですがコブは2つ溜まっています、フライホイールもありますからね、ただただ離れるだけでも嫌ですね、 75% 寄せれませんし、もう少し寄ってくる動きでした、はぁ、いやー完璧だ、やばいって、ダウンは取られない、ダメだうますぎるでしょフラホダメだこれが、ちょっと分かりにくくしてたけどなー、悲観あります、科目誰追っても100点返される、科目に悲観に全員チェイスうまい誰追ってもチェイスうまいわ、まあでもこれ人格負けしちゃってるからしゃあないな、フラホじゃなかったらっていうところはあったんで、いやこれ4逃げ狙うで、多分エンジニア危機一発残ってるんで、ここまで温存してるんよな、あもうこれエンジニア行くしかないか、応援団の武器も使ってもう6個を使いましたね今、目いっぱい距離を取っていたレガシーでした、応援団にターゲットは移り変わり、この編成も無駄にしない、向かっていくアイテム2個使って確実に入ったが痛む子てるけど、ナイス、なんとか捉えていきました、応援団まだうまいんですけどね、でも3逃げで安定でいくな、すでに済んでいます、サバイバー3名すげーの脱出準備が整いました、うますぎる Z 級、これが Z 級、乾杯を Z 級やねこれは、ハンター1釣り3人やっぱ強いな、 Z 級の勝利と、ちゃんと Z 級の力見せつけられたね、これは強かったご視聴いただきありがとうございました、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします、それでは皆さん次の動画で、バイバーイ。